はい、こんにちは。今日はですね、ちょっとさっき動画撮影してたんですけれども、えー、まあ、さっき聞こえなかったんですけどね、猫の鳴き声がするんですよ。それで、まあ、さっき車がですね、軽トランなんですけど、車がこう、ここ、ゆっくり走ってたんで、 うーん、だからその人が捨てる猫を捨てたわけじゃないと思うんですけどここに来るまであれですからねえー、車その軽トラしか見かけなかったんで,で音し猫の声しなかったんですよ今こうすごい聞こえてますけどだからなんだろう子猫がですねあれ 道の真ん中で今鳴いてるの分かります奥の方で。ち,ょっとちっちゃくて見えにくいと思うんですけどだから母猫がですねもしかしたらいるのかなと思って周り探したんですよね。でああやってミヤ,ミヤ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 泣いてるじゃないですか。それでなんかこう響いてたんですよね。にゃーにゃーって鳴くたびにそのこう小玉みたいな感じでこう声が響く。 響いてたんですよだからそのお互い呼び合ってですねそのか位置を確認してるのかなって最初思ったんですけどもただ単にですねその声声がこう響いてるだけ自分,自分がこうニャオって泣いたらそれがこう返ってきてるだけなんでだからもしかしたらその子猫が勘違いしてるんだと。 勘違いしてる可能性もありますよねだから近くにですね母猫がいればいいんですけどこんなあのもう全然ですね子、ね、猫が来そうじゃないところに猫がいますんでうーんまあこのままですねほっといても自分でまだそのまあわかんないですけど もしかしたらそういう能力あるかもしれないですけど、こう、自分でトカゲを捕まえたりとかそういった能力そういうのがないと思うんで、うん、どうしようかなと思って。こういうのっていうのは、あれですかね、保健所とかに連絡した方がいいんですかね。でも自分一回、その、えー、まあ、道路でですね、との タヌキみたいのがこう死んで、たんですよですそれのことについて、その、市役所とかに電話したことあるんですけどね。結局、あの、垂れ増しですよね、責任。それはうちの感覚じゃないですよ、ってことで。まあ、そういったことはあったんで、まあ、その、電話するっていうのもですね、まあ、ちょっとどうかなと、今思ってるんですけども。うーん、なんか、今ですね、こういった子猫。 とか、まあ、ステイネとかですかそういったのが、えーまあ、最近はどうなんだろう結構ネットとかの普及でそういう子たちも飼いたいよっていう人たちが増えてるみたいですけどねその保健所とかで殺処分になる前の,その元ペットみたいなのを自分たちが飼いたいよっていう人もいるみたいですけれども でもやっぱりね、最終的に引き取り手がいないと殺処分されちゃうんでしょうけど、うんまあ、そう考えると、えーまあ、そういう避妊娠手術って言うんですか、そういうの、すごい大切になりますよね。で、その、まあ、子猫と親猫がこうお互い、 呼び合っってて位置を確認してるのかなと思ったんで自分さっきですね、えー、あこの子ですねでさっきあのー、あれなんですよ自分猫の真似したんですよねそしたらちゃんと言ってましたからねあのー「ここだよここだよ」みたいな感じでだからお互いその 母猫と母猫かどうかわかんないですが親猫とそうやっていろいろとなんかやってんのかなと思ったんですけど近くに別にね猫がいるわけじゃないしで今自分がこう近くに来ちゃったんでこう声を殺して、えー、泣かないですけれども自分が例えばここで今真似すると、えー、多分また泣きますのでちょっと今やってみましょうか。 泣かないですねさっき泣いたんですけどちょっと泣き肌があれですかね似てないんですかね母猫とまあここからですね距離自分が <laughs> 距離取ると、えー、また泣き始めるんですよね安心するんであんまりやっぱり人間と同じであんまりこうね ほら、よくいるじゃないですか。レジとか並ぶと、真後ろにこう、くっつく人って。だから、だからやっぱり、猫にもそういう、うん、なんとかスペース、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんかそういう、ありますよね、用語みたいな。だから、そういうのがあるんでしょうね、やっぱり。安心するっていうか、一定の距離を保つことで、お互い安心するっていう。ね、今、ちょっと離れましたけど、うん。 やっぱりこのままね、ここに置いといても、結局、衰弱死しちゃうだけですからね。うん、難しいですよね。まあ今は秋で、そんなね、まだ寒くないからよかったですけど、まあ、自分で、この前もね、あのー、同じようなのがあって、どうしてもやっぱり、まあ、この、 この猫は、今見た猫は、結構、もう、成長してますから、まあ、途中まで育てられたってことですね。自分が前見たのは、本当にもう、生まれたてみたいな赤ちゃん猫だったんで、本当にですね、でも、やっぱ本能的に動くんですよね、こう、猫パンチしたりとか。まあ、猫パンチっていうか、まあ、猫パンチかどうかわかんないですけども、こう、なんかね、 こう攻撃したりととかそういういこすするわけなんですよだから、まあ、その猫に比べたらちょっとこれもうケガは結構生えてますからねだからもしかしたらうんまあその軽トラの人かどうかわかんないですけどもここで誰かがこう。 なんか猫かどうかわかんないんですけども今奥の方でですね声が聞こえたんですよああじゃあこれを母猫だと思ってるのかもしれないですねいやどうしようかなうんまあとりあえず 便所に電話することにしますってことで今日はちょっと突然ですねまあこんな感じで猫がえー、なんか登場したっていう話をしてみました以上です